後藤住春は、戦国時代から安土桃山時代の大名。はじめは、宇久次郎住春を名乗り、宇久第20代当主、後藤氏の初代。宇久巡行の子と言われるが、巡行の諸子あるいは、巡行の父、宇久巡定の長男の維持とも言う。宇久家は巡定が、時代から、キリスト教を受け入れ、住春も、洗礼を受けて洗礼名はルイス。 天正15年に家徳を継ぐと、後藤列島を平定。豊臣秀吉の九州平定の時に起伏して、協力したため、後藤12,600国の所領を安堵された。同年のバテレン追法令に際して、ウク家の実権を持っていた王子、ウクのりが領内で、キリシタン迫害を始めたために、家臣団の一部が長崎に亡命するなど、宗門問題で対立があった。 文禄元年から始まった文禄の役に参加することになったことから、これを期して、名字を浮くから後藤に改名した。また、山和中納言をはばかって、官位の名乗りも若さ守るに改めた。朝鮮の役では、長崎から戻ったおじ大浜源忠氏らと共に、出陣し、兵七百、軍船十七層、俗船八層で都会した後藤勢は、 小西幸長の一番隊に属して活躍したが、翌分六三年七月の急戦交渉中、住春は放送にかかって、看病の甲斐なく死去した。去年三十三。子がなく、協議した結果、伏星町の子を養子とする条件で、家督は、叔父の後藤源宮美が相続して、彼が、福江半半祖となった。その後、住春の遺体は酒に漬けられて、後藤に運ばれ、 福江大炎寺に葬られた。また、鎌倉時代の先祖である浮く五島や五代の浮くセリとト、共に、始祖城、山大権現に兵士され、城山神社の御柱神としても祀られている。なお、住春の夫人は、遺体がつけられた酒を三杯し、暇をもらって、平戸の実家に帰ったと言われる。ありがとうございます。